こんにちは、ファッションインプルーバーの関です。2回目のウエストオーバーズの達成さんの回はすごく個性があって良かったかなと思うので、多分皆さんも面白く見ていただけたんじゃないかなと思います。で、今日これで3回目3ブランド目の葉月さんにプレゼンをしていただこうかなと思います。では行きましょう。緊張してるかもしれないですけど、行ってます。こんにちは。こんにちは。八木さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりですね。本当久しぶりです。ね、元気ですか。はい。はい。三宅さんの場合は神戸にベースがあるから、なかなかね、ちょっと会うのが大変なんですけど、ね、距離感があるけど、まあその分なんかね、どんな服作りしてるのかなっていうので、すごく今日はね、期待して来ました。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。自分たちがベースにしているこの神戸っていう街に、ミリタリーが持つ本来の機能性であったり、やっぱり素材の強さとか、可動性とか要素を落とし込める考え方をしたいなと思って、港があって海があってすごい街があって山があって空があってっていうのがすごい密接してるっていう街でして、ミリタリーでいう俗に言うその海軍であったり陸軍であったり空軍であったり、そういうのが全部あるってことですよね、近距離に。神戸らしさっていうところが他のブランドさんにはない、また一つの特徴、こうどうこのねミリタリーと絡んでくるのかなっていうのもちょっと楽しみなので、考えている形として、いいですね、はい、これをベースにブリティッシュアーミーの、これがベースに、ね、なってるわけですね、はい、はいはいはい。自分たち比較的にブランドとしてもまだ若いですし、はい、ダイナミックに動くっていうイメージをちょっと商品としても表現したいな、はい、なるほど。でこのあたりもすごい面白いなと商品自体に思ったのが、やっぱこの脇のこの端、本当だね、はい、やっぱりこれは動きやすさだったり、はい、脇の上げ下ろしのしやすさですね、はい、しやすさっていうところを取り入れたり、ウエスト部に紐が入ってるんで、形もそれによって多少変動もできるかなっていうところもあるので、動きっていうのも自分たちの一つ表現がしたいなっていうところではあります、なるほどね。でこれのパンツがあったりとか、そうですね、パンツがブリティッシュアーミーのものから持ってきてるんですけど、これはもともと肩ポケなんですか。もともと肩ポケ、そうですか、そうですか。生地的にはもうブランドカラーのネイビーであったり、ブランドのもう一個の特徴としてすごい生成りが強い、なんかそういうイメージあります。結構今回生成りとかも使おうかなと思って、結構神戸の街づくりとかでも、自然が多くあるんで、それとの調和っていうイメージでクリーム色っぽい色目がすごい多くて、やっぱそれが街にすごい映えるなとは思うので、やっぱその辺を大切にしたいなって思うので、ひなりは使いますね、はい、そのブルーもいいけど、ひなりのなんだ柔らかさと、ミリタリーのハードな部分が合わさると、すごくなんか着やすいものになるかなと思うので、これが今回ちょっと使おうかなと、もう少し分厚くしようかなと思うんですけど、いいですね、その動きやすさっていうところで、インラインでもあるんですけど、スウェットっていうものを、普通やっぱクルーネックがやっぱミリタリーでいうというか、やっぱベーシックなアイテムにはなってくる、フーディーってあんまないですもんね、はい、なるほどね、これはちょっとグレーシュな生地、木グレーと、それも生成りと、いいね、はい、いいっすね、統一したいな、絶対その方がいいと思います。今回はワントーンで、ね、いいと思う、すごくいいと思う。きなりのスウェットと、きなりのジャケットと、きなりのパンツ、すごく面白いと思うので、ストレートになんか三宅さんがミリタリーを結構直球で返すみたいな、なんかそれがね、僕はすごいいいなと思ってて、それがバランスとして取れてる方が、僕はなんかこうプロデュースする側としては、とっても面白いので、ボリュームもバッチリと思いま
です。よかったです。あとなんかもしリクエストがあるとすれば、はい、なんかどこを残してどこを外すか、はい、せっかく神戸なので神戸の街でどう調和するか考えながらちょっと次のステップに進んでもらえるといいものになってくるかなと思うので、はい、なんかそこはちょっととある組む時に意識してやってみると実際ね本当のミリタリーみたいな戦いに行くわけではないの で、はい、日常でどう使いやすいかは結構いろいろと考えていただけるとすごくねあのよりいいものができるんじゃないかなって今日 の、 あの話を聞いて思いましたね。はい、はい、了解です。はい、なのでじゃあ次回はちょっと1ヶ月後にまた、はい、あのぜひ実物で見えるのを、ね、楽しみにしてますので、はいはいはい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。アイテムはこの間言ってたようにシンプルに、はい、ジャケットとパンツのセットアップにこのパーカー、はい、これはもう生地はその本ちゃんをズバで、いい色っすね。